ではそんなことあんまり言わないくせに、なんでまゆにばっかりそんなさ無加工にしろってばっか言われなきゃいけないの。別にいいじゃんね、可愛く見られようと思ってさね、身だしなみだよね。俺も言われる？本当？でも私なんか結構なんか特に言われるような気がするんだよね、自分って。なんかね、違う、私がじゃあ逆に自信があるように見えるだとしたら、別に自分に自信はあると思ってないから。じゃあお前絶対になんか加工写メしないでね、絶対に iPhone でだけ写真撮ってね。加工アプリでさ、スノーとかユーライクとかで写真撮るのと一緒なんだけど。眉は鼻につく言い方するっていうのは、じゃあ私が正論言ってるからムカつくってことじゃない？それは鼻につくとかじゃなくて、ちょっとこいつが言ってること正しいって思うから、でも気に食わないから鼻につくんじゃないの？多分。ある程度確かにっていうところも混ざってるから憎たらしいんだよ、それはね。だってくだらないんだもん、なんか言ってくることが。無加工外せとかね、整形しろってことに対して反論してさ、整形が悪だったら整形外科なんてないじゃん。じゃあ私がね今ワイン飲んで口がね黒くても、じゃあ何か迷惑かけたの？自分だけじゃん。自分が歯黒く見られてなんか自分がマイナスなだけで、別にあなたに迷惑かけてないよね。いやなんかいちいち言わなくてもいいのになって思っちゃう。なんでそんな突っかかりたいの？どうしてそんなに食いついて、ちょっと別になんかいつも我慢してるから。結構ね人の目気にして生きてんだよ、こう見えて。でもやっぱ思ったことは言おうって。なんか今までだったら、じゃあ今回のツナちゃんの件とか酔ってすいませんやらかしちゃいましたって言ってたと思うけど、リスナーさんからなんか連絡来て、別にいいんだよって、別にやらかしてもいいんだけど、それでまゆちゃんがアンチコメが来るのが耐えられないから、じゃあまゆちゃんが性格悪くてもいいから、腹黒くてもいいから。ちゃんと正論で返してアンチコメを黙らせて、私別にまゆちゃんが性格悪くてもいいんだよって正論言って黙らせてって。それもそうだなって思った。だから別にツナちゃんの件も悪いと思ってないし、なんかそう考えた、悪いと思ってないからもう謝んない。酔ってすいませんでしたっていつも言ってたけど、もう言わない。私悪くないもん。悪くないもん。だってこの世界、ふわっちの世界ってみんなではないけど、じゃあ前科持ちのトップクラスの配信者いっぱいいるじゃん。だけどみんな正論で言いまかしてたじゃん。私もじゃあそうなるね。前科ないけど。性格いいやつの枠見てきて。いいよ、お前性格悪くていいわもう。で別にそんなね顔面のことはどうでもいいんだって。別に眉がブスでも可愛くても別にどうでもいいんだよ。じゃあなんで逆に顔でしか言えないの。全然ねショートカット似合わないよとかさ、ね、ブスだよとかね可愛くないよとかどうでもいいんだよね。くだらないんだもん。なんか眉のアンチってくだらないんだよね。ハゲてるとかね歯が黒いとかさ、それ以外でなんか言えないの。私のことを正論でなんか叩けるようなことだから言われるんだよ。病人って。眉のアンチスレッドとか特にね病人の集まりじゃん。なんかねくだらないんだよね。いやひがみでもないと思うよ。いやひがみでもないと思う。別にひがんでもないと思うよ。関係ないと思う。でもキラコメだけになると「なんか!」とか言っちゃうんだよね。だからそういうとこじゃない。じゃあ私何なのこいつって思われるの。ね、本当ありがとう。そうだね、結局これでアンチいなくなっちゃうと病んじゃうんだよ。私ってもう需要ないんだなとか思っちゃうね。私もう飽きられてんだとか思っちゃうかもしれない。確かに確かに。やっぱりそのそうだな、金ちゃん小林だからそう思っちゃうのかな。アンチもだからねファンチが大切かな前は。プラチナプラスになりたいなって思うすごく。そしたらね何とでも言い返せるからさ。自信ないちょっと自信ないな。ナイスはちょっと自信がないな、うん、カソほどアンチと戦ってるって言ってた。カソ枠にはねアンチいないね間違いなく。ある程度閲覧ある人にアンチつくと思う。あ、特に女性はね。なんかそうだね、そうもう少し鼻を短くしたいの。だからその鼻を短くする手術って何なんだろうね。だ次韓国行った時に鼻やんないけどちょっと聞いてみる。ちょっと短い手術って何かありますかって。まゆちゃんの親整形したこと知ってるし、うちの親も整形してる。やっぱねうちのおかんも整形してるから。むしろ「何の手術したのそれ何法？」とか言われる。私もやりたいんだけどっておかんに言われる。類友だね。親はここにいるね。鼻短くしたいなって思ってる。パンチ目もちょくちょく、まゆちゃんのこと飲みすぎない気をつけて。あー、ありがとうございます。あー、ありがとう。すいません、花火ナイス、ありがとうございます。あ、すごい、なんか男性推しのリスね、徳美恵さん。ありがとう、パチコメナリピありがとうね、うん、フックの時の短さで鼻の穴の下向きが、フックの時の短さで鼻の穴下向きが、え、私別に長さ出してない、長さ出す手術はしてないんだけど、プロで入れたからなんかな、なんか長くなったのこれ。でも次聞いてみる、カウンセリングでどうしたらいいのか。まあでもね、これね、気にしすぎっていうのもある。なんか言われたもん、配信で見るとすごい気になってたけど実物見るとそうでもないみたいな。気にしすぎなんだろうね。そうで、一回整形するとやっぱ気になっちゃう、余計に気になっちゃうからね。そう、そうだね。ママの店行かないよ。ママの店行ったら明日の予定が狂っちゃうから、明日前ね早く寝ないといけないから、今日そんな長時間やらないよ。あ、でももうすぐ4時間か。なんだかんだ今日ね、もうすぐ4時間はやってる。そう、女の子だけどゲップするでしょ。あ、メル先輩久々じゃない、ありがとう KP17 個。でも私おなら出ないんだよね。もうこれ職業病かもしんない。バーガーよくありがとう。ありがとう。なんかね、おなら出ないんだよね。おならは出ない。おならって匂いでバレるじゃん。だけど、飲み屋で働いてる時って BGM があるから、BGM のすごい、あ、上がってきた、上がってきたって時に、ゲップするのが趣味で。バレないようにゲップするのが。おならバレちゃうじゃん、どうしても。匂いで。そうなんかね、そういう芸ハマってたんだよね。なんか板客の前とかでさ、こいつマジでうぜえなけど言えないじゃん、板客の前で。で BGM 来たよ来たよって時にそいつに対してゲップするのでストレス発散してたんだよね。そうだから、おならは我慢するのがもう習性でなっちゃったから、別に今したいとかもなんないし。そう、私それがねストレス発散のスタイルだった。そう、それが趣味だった、うん、これはまあ分かんないか。うん、あ、でもね、私ね お父さんになんだよね、お母さんにではない、顔は。そうなんかね、板客とかマジでこいつうぜえなーって時にやってたら癖づいちゃった。そのゲップに関して我慢ができなくなっちゃった。あ、うちのおかんはね、おかんはっていうか家族顔 NG だから。マイリス増やす回答は、いや、そのまんまです。まゆは自分のリスナーさんを増やしたい、そのコメントだけでも増やしたい、その課金税とかじゃなくても増やしたいね。自分のことを好きな人を増やしていきたい。で、そうだね、増やしていきたいね。うん、髪切る予定じゃなかったよ全然そんな予定ではなかった。いや、なんかね、結婚はいつかしたいなって思ってるよ。そうだから、まあでもね、難しいね。まあ赤だし、なかなかいないですね。まあ、別にいいんだけどね。なんでたくまと逃げたの？まゆちゃん好きだったのに逃げてないよ。だって別にたくまと一緒に帰ってないしね。そもそも私つなちゃんと最後までいる必要性がないし、なんでそれで私のこと嫌いになるの？じゃあマイリスで赤出しと恥ずかしい、そんなことないんですけど。うんじゃあ、ね、これはじゃあ私アンチは聞きたくない。で、前のリスナーさんでイラついてる時教えて。これは前のリスナーさん限定でコメントしてほしい。私のリスナーさん限定で、リスナーだけはたまにイラつく。いや、のとかじゃなくて、その理由。すげえ調子に乗って自画自賛。それは煽ってんの。それは煽ってんだよ、アンチのこととかを。煽ってるんだって。そこで一緒にね、戦ってほしい、逆に。なんで煽るのとかって、アンチが多い時に言い返したいから。うん。そこで一緒にイラついちゃったらダメだって。一緒にそれなって同調しないと。別に自分に自信あるわけじゃないけど、ムカつくじゃん、なんか言われすぎちゃうと。じゃあさ、アンチに対して、お前はこうで、こうで、ブスで、ゴミで、バカで、やりまんで、整形でって言われるのを全部うんうんって言われるのも、ね、結構ね、言い返したくなるよ。あと1言ったら1言い返すところムカつく。じゃあ1言い返さなきゃいいじゃん。1言い返さなければ10で返さない。なんかね、お酒飲んでる時が嫌いとかじゃなくって、普段は言わないだけで、酔ってたら思ったことを言っちゃってるだけだから、なんかそれも別に私だし、お酒飲まないでって言われてもそれも自分だからなって思っちゃう。普段言わなかったことを言い返してるだけじゃあ、私じゃ性格悪いのかもしんないわ。でも私も人間だからね、やっぱ常にアンチが多い中で生きてるから、それ言いたくなっちゃうんだよ。私ね、こんなアンチいなかったら別にそんな言い返したりしないし、まあこんだけいたらね、まあそうやってね、酔った時も言っちゃうよなーっていうのは分かってほしい。普段は言わないの私。もっとそうなの。まあいいんじゃないかな、毎日が多くいても。でもほら、まゆのこと好きでも、まあ、たまにイラついても、じゃあ結局ね、見てくれてるリスナーさんもいてるわけじゃん。いや私でもね、結構ね酔ってる時も見てるよ。このコメントはちょっとダメだなっていう、いやなんかその、じゃあ注意ってどういう注意？例えば飲みすぎて、なんか例えばね、じゃあ例えばだけど、注意、まあじゃあ例えばさっきもコメントであったけど、つねちゃんの件でまゆのことリスナーだったけど、もうまゆもう嫌いな、その件で嫌いになりましたとかさあ、ありがとうくまありがとう、ありがとうございます。なんかさ、つねちゃんの件に関してリスナーやめましたっていうコメントあったけど、その件に関しても別に私シラフの時も言ってたけど、なんかまあ注意って言ってたけど、いや私別につねちゃんの件はね、全然自分悪いとは思ってないんで、それは今酔ってるからとかじゃなくて、シラフの時もちゃんと言ってたよそれは。ただ酔ってる時に言い返しちゃうと、酔ってる時はちょっとね、適当に言っちゃうから、生意気って思うんだったら見なきゃいいじゃん。別に思ったことを言っただけでさ、生意気なんなら気に食わないってことじゃん。生意気、鼻につく、マウント取ってるっていうのは、それは違うからね。あ、行かないたくまくん、今あきこママの店で働いてんじゃないの？いや争うよこれに関しては。ああそうなんだ。多分あれじゃない？来週ゼロワンの回だから、お金貯めてんのかもねみんな。うん、お金貯めて、今日はお休み中なんかな。ごめんねたくまくん、TKG のこと言って、入れ墨でさ TKG って入ってたんだよねたくまくん、これ言っちゃった、ごめんね。うん、飲み終わったらしっかり歯磨き、分かったよ。いや分からない、なんで TKG 入れてんのか。酔っておしっこ漏らしたことはありませんね。だけどパニックになって漏らしそうになったことある。うんことかある。中学生の時に入れたの。そうはもう直ちにレーザーした方がいいよ TKG。TKS か。いやはもう早く消した方がいいよ本当に。多分 TKS でしょ。だからたくまと中学校の時に中学生の頃に付き合ってた彼女の名前で TKS なんじゃないもしかして。私の推理では。アイテムはファンタスティックが好き。よかったね皆さん、シャンパンタワー欲しい。シャンパンタワーご協力お願いします。ご協力お願いします。お願いします。BGM 飽きたん？うそー。好きなんだけどなこの歌。何ふわふわって。今のうちだぞ。マユリスアイテム今のうちだぞ。いけマユリス天候。息してる？息してる？何息臭いって。息臭いって何？